コレーズは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、コレーズ圏のコミューン。中央高地の中、ミルバシ高原の南にある、ミルバシ地域圏自然公園と境界を接している。チュールから北東2 0トルの距離である。町は、標高約4 7 0ルのところ、コレーズ川谷の右側斜面にある。コレーズ川の他にメノード川が流れている。 コミューンを流れるコレーズ川に由来する。川を渡ることは、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路を行く巡礼者の重要な道標であった。町並み最初にコレーズの記述があったのは9世紀。それはまだ川を見下ろす境界が建てられる前である。しかし町の起源は古いと思われる。町では古代ローマ街道の交差路やガロローマ時代の遺構すら見つかっている。 サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の宿場になると、教会の周りに町が作られていった。1293年、バンタドゥール死者エブル七世は、ブサックとコレーズに、城主支配権区を作った。百年戦争中の1350年、町はイングランド軍に包囲され、焼かれた。15世紀に、さらに防衛の強固な町に再建された。その後、町は、 ユグノー戦争から逃れることができず、1595年、カトリック派が大砲を作るために、教会の金を徴収している。自由都市の地位を得てから、16世紀から17世紀にかけて、町は繁栄の時代を迎えた。特権を持っていること、コンシュルの権利、友愛会、職工のギルドのあるコレーズは、テイリムーザンの最大の町の一つであり、多くの旅人を引きつけた。 17世紀終わりには、約200世帯、約1400人が、これえずにいた。40世帯は、城壁の中で暮らす、有力者とその住者たち。40世帯は、城外で大半が職人。そして、周辺の農村地帯には、労働者と日雇いが120世帯、暮らしていた。19世紀終わりまで、町は成長し続けた。教会は、火薬工場に変えられ、ペニタン。 ブランデーハイドウは会議場にされたが、フランス革命はコレーズに激変をもたらさなかった。しかし、第一次世界大戦は町に非常に厳しい試練を課した。103人の戦死者の名が記念碑に刻まれている。以後、コレーズは農村部の人口流出に直面し、かつての人口を取り戻せなかった。経済の中心は農業、農耕家家畜の飼育である。 並行して製造業、それも木材加工業のいくつかの大きな企業がある。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。